皆さんこんにちは。シェアミュージックデーへようこそ。オンラインで音楽と感動を分かち合う、ここから始まる音楽の新しい交流。今回はいつもの構成を変えて、シェアミュージックアーティストのスペシャル版をお送りします。世界で活躍する日本を代表するバイオリニスト、マロこと篠崎文則さんが登場。演奏をたっぷり紹介します。篠崎文則さんは NHK 交響楽団第一コンサートマスターを務められています。 N 響の顔としてソリスト、室内楽奏者、指導者として国内外で活躍中。マロの愛称で親しまれていて、 E テレのクラシック音楽館では案内役を務めるなど、メディアの出演も多数。また大学の非常勤講師や客員教授など、後進の育成にも力を注いでいます。それではバイオリン篠崎文則さんの演奏をインタビューを交えてお送りします。ピアノは入江和夫さんです。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。人間のエネルギーの中で一番大事なものは、その自分を犠牲にして努力したり鍛錬することではなくって、好奇心を持って前に歩くこと。だからその僕の中ではそんな大変だったって思いはないわけ。なぜなら好奇心だけで前に歩いたから。そうすると意外と楽しいもんですよ。音楽ってのは自分の気持ちを伝えるためのものだね。だからその修練をするんじゃなくって、自分の気持ちを相手に伝えやすくする方法をその場で考えればいいだけだ。心がないものだったら意味がないかな。だから自分の伝えたいっていう気持ちがなかったら演奏もなかなか難しいと思うのね。それは単なる芸になっちゃうわけ。やっぱり自分がその時出せる気持ち、伝えたいことを出せる演奏家、なんかそういう音楽ってのが、まあ見てても弾いてても聴いてても楽しいかな。僕が一番よく聞いたのはね、ミッシャー・エルマンっていうバイオリニストがいて、この人の演奏がなぜか好きだった。多分ね、語るように演奏するから。だからそういうなんかこう演奏を聞くことによって、あ、自分もそういう演奏ができたらなってこう一時思ってた時期があるかな。自分がなんか追える人、要するに憧れるものを持ってる人、これが師匠だと思う。ものを教わる場所ってのは世の中にはいっぱいあるんだけど、自分が憧れを持って進めるような人を見つけるのは意外と難しい。学校であれ、職場であれ、普通の一般社会であれ。だけどその自分が憧れるものを終える時が来た時、その時は自分が前に歩くためのエネルギーをものすごく与えてくれるのね。そういうその憧れを持って物事が終えるような時代が世界中に来れば、若い人たちは好奇心のエネルギーを持って未来にどんどん進めると思う。今日はようこそいらっしゃいました。どうもありがとうございます。
子供の頃から地元で民音 の、 演奏会よく行きました。多くの名演を本当にたくさん聞かせていただいたんで、今日はとても楽しみにしています。今日はどんな演奏を聞かせてくれますか？そうですね、クラシックの中でも割と聞きやすい、耳に馴染みやすい曲を揃えてきましたので、お楽しみいただければと思います。素晴らしい。音楽は心で味わう時間、そんなひとときを皆さんと過ごしたいと思っています。ユーモレスクにはおどけてるという意味がある。子供がバイオリンを習うときによく練習する曲だが、演奏会では聞かれることはあまりない。情熱的な演奏で一世を風靡したバイオリニスト、ミッシャ・エルマンもこの曲が好きで演奏していた。オペレッタ、メリーウィドーより、メリーウィドーワルツ。題名は、唇は語らずとも。今、世界中に会いたくても会えない人がいる。会って思いを伝えたいけれども、それができない。
でも心はつながっているよ。そんな思いを込めて。世界中の中にはいろんな人たちがいて、いろんなことで困ってたりするわけだけど、それに対して人は目を向ける時間がすごく少なかった。コロナになって順調だった人たちがそうでなくなったことによって、自分たちがそうなったことによって他のものに目を向けられることができたら、世の中は変わるかもしれない。みんながいろんなものにどれぐらい目を向けることができたかということの方が大事だから、こういう状況になった後、自分たちもいろんなものに対して視野を広げて、お互いが助けられることができたら、
とってもいい地球人、ちょっと言い方大げさだけど良き地球人っていうのが育っていくんじゃないかな。それによって世界が変わるかもしれない。そんなこのコロナが終わった後にそういう人がたくさん増えていることをちょっと期待している。この音楽っていうのは根本にあるのは人と人をつなげるための力、それから自分が持っている記憶、それから潜在能力でもって感じる未来、いわゆる希望ってやつね。この全てを持ってるのが音楽なんじゃないかなとちょっと感じてるのね。ちょっと大げさかもしれないけどね。でもやっぱり曲を聴いたことによってふと思い出す昔の風景だったり昔の知人だったり、曲を聴いたことによってなんかすごく暗い気持ちだったんだけど未来に行く力を得たりとか、すごく悲しいことが起きたのにその曲を聴いてさらに悲しんだことによって思い出として封印できたりとか、なんかね不思議な力が音というものの中には存在してると思う。それをこうみんなで感じることによって大きなつながりができるんじゃないかな。そんな感じでこの音楽を周りの人が捉えてくれるとちょっと嬉しいかなと思ってる。音楽ってのは結果が出ないのよ。僕スポーツ嫌いじゃないからね、大好き。でも勝ち負けがあるでしょ。今話題になってるオリンピックもそうだよね。金銀銅、どこの国が取るか、結果がそういうふうに出ちゃうんだよね。音楽はそうじゃない、感じるものだから結果じゃないの。だからその感じることによってお互いが広がる。素敵だよね。利害関係ゼロだから、こういうなんかねその利害関係がないんだけど人と人がつながる、これこそが本当の世界平和につながる要因だと思う。音楽家の使命、地球を平和にするため。大げさだねでもね、もしかすると本当にそうかもしれない。マーラー自身が愛する人に捧げた曲アダージェット、映画ベニスにシスに用いられたことでも有名。この映画は疫病の流行るベニスが舞台となっていた。疫病が収束し悲しみに包まれつつも未来へ向かう様子がこの曲とともに表現されている。東北の震災から10年、またコロナで亡くなった方々への追悼の思いを込めて。
Thank you.
ピアノとバイオリンのためのソナチネ。ドボルザークが我が子のために作った作品。音楽的創造力や感受性を育ませたいという願いが込められている。アメリカの先住民の民族音楽と自分の故郷のボヘミアの音楽をカップリングしたような作曲を行った。当時、アメリカへ渡ったドボルザークは、虐げられている先住民や奴隷の存在を知る。人間は本来平等であるべきだという彼の思いが、この作品から伝わってくるようだ。
Thank you.
いかがでしたでしょうか。シェアミュージックアーティスト、バイオリン篠崎文則さん、ピアノ入江和夫さんの演奏で、ドボルザーク作曲ユーモレスク、レハール作曲、篠崎文則編曲メリーウィドーワルツ、マーラー作曲アダージェット、そしてドボルザーク作曲ピアノとバイオリンのためのソナチネをお送りしました。シェアミュージックデーでは、お別れにもう一曲、ジーチンスキー作曲、篠崎文則編曲、ウィーン我が夢の街をお送りします。シェアミュージックデー、また次回もお楽しみに。Thank you.